先ほど9時14分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度4を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。 この地震による津波の心配はないということです。震源地は青森県の東方沖、地震震源の深さはおよそ20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。最大震度の4を観測したのは青森県津軽北部、青森県三八上北、岩手県内陸北部です。また震度3を観測したのは大島地方東部、 日高地方中部、日高地方東部、青森県下北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸南部、宮城県北部、宮城県中部、秋田県沿岸北部、秋田県内陸北部、秋田県内陸,部県内陸南部、震度3を観測した地域をお伝えしました。